衝撃告白。アストロムンビンさんが25歳で亡くなる前に伝えたいメッセージ人気愛。ドルグループアストロのメンバーだったムンビンさんが25歳で突然亡くなったことはき。奥に新しいところです。アストロの所属事務所は、容体が急変し、手術に至る前に息を引き取ってしまった。と発表していましたが、実は、ムンビンさんは、生まれつき心臓に疾患を抱えており、手術を控えていた最中に容体が急変したため行ってしまったことが明らかになりました。メンバーやスタッフ、ファンの皆様は、ムンビンさんの病状を知らされておらず、突然の訃報に衝撃を受けています。そんな中、ムンビンさんが亡くなる直前に書き残していた手紙が見つかりました。その内容は、メンバーとファンへの思いでした。もう会えなくなってしまうけれど、みんなのことが好きだった。期待に応えられなくて申し訳なかった。との言葉が書かれており、胸が締め付けられる思いです。本動画では、ムンビンさんの残した手紙の内容を公開しながら、メンバーや関係者のコメントを交えて、ムンビンさんの最後の日々を追ったドキュメンタリーを制作しました。25歳という若さで行ってしまったムンビンさん。その思いが詰まった手紙の内容とともに、ファンの皆様のコメントを YouTube のコメント欄でお待ちしております。アストロムンビンさんに寄せられたファンの声若すぎるに心が痛む、本当はも、と夢があったはずなのになぜ公表しなかったのか。治療の機会があれば、25歳ってまだまだだったのにメンバーにも知らせてあげたかった。最後まで見届けたいと思っていたのに、事務所の対応に疑問がある。本当の良しを知り。はい。隠した理由が知りたい家族の意向は理解できるが、メンバーは違う。メンバーなら知らせてあげたかったはず。医療の難しさはわかる。でも、25歳って科学の力で助けられたのではと信じた。頑張ってきたムンビンさんが好きだった。その笑顔とパフォーマンスが恋しいメンバーにとって、ムンビンさんは、家族、ファンにとっても本当の6人目だったはず。寄付をしたい。心臓病の早期発見と治療のために少しでもお役に立ちたいと思う今までありがとう。天国で楽しんでいることを願っています。ずっと応援しています。衝撃告白ドキュメンタリー、アストロムンビンさんの遺言。人気アイドルグループアストロのメンバーだったムンビンさんが、25歳の若さで突然滅びく。なったことは、記憶に新しいところです。アストロの所属事務所は、容体が急変し、手術に至る前に息を引き取ってしまった。と発表していましたが、実は、ムンビンさんは、生まれつき心臓に疾患を抱えており、手術を控えていた最中に容体が急変したために急逝してしまったことが明らかになりました。本ドキュメンタリーでは、ムンビンさんの最後の日々を関係者の証言と共に追い、25歳で急逝する直前に残した手紙の内容を公開します。手紙には、メンバーとファンへの思いが綴られており、みんなに会えなくなってしまうけれど、アストロのメンバーとファンの皆様が大好きだった。期待に応えられず申し訳なかった。と書かれていることが明らかになりました。また、メンバーやスタッフ、ファンの方々へのインタビューも織り交ぜながら、なぜ、ムンビンさんの病状が周囲に知らされなかったのか、その真相に迫ります。25歳で急逝したムンビンさんの最後のメッセージが込められた手紙の内容とともに、このドキュメンタリーが少しでもムンビンさんの思いが伝わることを願っています。皆様の意見や疑問を YouTube のコメント欄にてお待ちしております。ぜひともご視聴いただければ幸いです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル。